はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはウェルカムトゥパラダイズということで、なんでここ隠れちゃうのかな。あれ、まあいいや。多分このサイズ感だとこういう風になるんだろうね。ということで、ウェルカムトゥパラダイズですが、一応ここにムービーがあるからちょっとつけてみようか。ということで、オープンワールドゾンビサバイバルアクションゲームですか。結構大変だな。でもゾンビ系って結構なんだかんだね、 FPS 系のやつのおまけじゃないけど別モードでゾンビとか入ってることよくあるから、割と海外洋芸系のゲーム遊んでるとゾンビに触れる機会日本より多いよね。日本だと、まあ日本の方だとバイオが、でも今のところそのゾンビ云々って感じじゃないんだよな、見た目。森や砂漠、沼地など多岐にわたるロケーションでゾンビの群れから生き延びろ。ゾンビサバイバルシリーズの開発で実績のあるスタジオの PS5 最新作。ということで、というか、いやいや。ゲーム本編、こんな感じなのかな。演出はこういう風に割とリアル系のタッチなのかなっていうのは伝わるんだけど、オープンワールドでゾンビサバイバルで、でもこの今そのムービーの下が、ムービーも分かった、なるほどね。まあ斜め上ぐらいから見てるような、割と全体が見渡せるような画面のゲームでオープンワールドなんだ。カメラは回転すんのかな、それともこのマップのこの状態なのかな。なるほど。ということで、ゾンビが忠実な仲間になる、きつい仕事はゾンビにお任せ。ゾンビを倒してハッキングヘルメットをかぶせるとゾンボットとしてプレイヤーに忠実な仲間となる。ゾンボットは2体まで連れることが、連れていけるってことかな、ことができ、装備や行動を細かくカスタマイズすることが可能。悪いゾンビとの戦闘やキャンプ管理も、全部ゾンボットにお任せということで、一人自分がゾンビの世界でこうバカバカやっていくんだろうけど、でゾンビを仲間として引き連れることができるってことか。であなたは一人じゃない、協力プレイで楽しくサバイバル。オフラインは2人、オンラインは4人までの協力プレイが楽しめる。仲間が連れているゾンボットも加わることで最大12人のさらに強力なチームに、12人っていいのか、ゾンビを人で数えるのかよくわかんないんだけど、週末は仲間と過ごせば楽しいかも。この週末の週末でなんかノリが、1週間の終わりにはなんか友達と一緒にオンラインプレイでっていうニュアンスに見えるのは気のせいでしょうか。ということで、こういう画面構成だよね、基本。で、カスタマイズして、こう、やりながら、で、ちょっとギャグっぽい演出があるって感じなのかな。はい。ということで、ちょっとこう、価格帯的にも、ちょっと見てみましょう。Welcome to Paradise。2024年2月29日発売で、4500円税抜き。で、ジャンルがアクション RPG、ゾンビサバイバルアクションで、プレイ人数がオフライン1から2人で、オンライン1から4人。PS5 で 0Z、じゃない、0D、17歳以上対象となっているということで、この視点などね、どうにか2人、同じ画面で2人でやっても、左右に行っちゃっていけないよ、みたいな感じではあるだろうけど、協力してやりやすいタイプのゲームかなという感じ。分割しないよね、多分ね。割とこの手の方がね、みんなでワイワイ楽しみやすいんだけどね。1画面で4人は無理なのか。なるほど。一時期ね、オンラインというと、どっちかというとこっちの方が僕の中で楽しそうだなって思ってた時期があるんで、興味あるけど、ただ僕がオンラインプレイやるかというと、やらんからな。オフラインだよなって感じなんで。
でもオープンワールドでしょ、結構ちょっとね興味的にあるの、興味的にって言ってなんだけど、こういう系って割とこうなんか絵の見栄えは違うけどあんまりギミック変わんないこともあるから、その辺のギミックの多さとかね、その辺がどんなぐらいあるのかなとか気になるんだけど、さっきも言った通りその4500円という価格帯はまあ廉価な価格帯なんで、まあフルプライス的な感じっていうよりはなんとなくこう広いけども割と同じような感じなのかなという勝手な印象を持ってしまうんですけど、どうなんだろうね。まあまあなんとなくこう気軽にプレイするタイプの価格帯だし、まあなんかそういうタイプのゲームかなという印象はありました。はい。